こんにちは、ノーマです。モデルの仕事をしながら、子供の時から大好きな植物や宇宙の探求、そしてそのワクワクをいろんな形で発信しています。よろしくお願いします。はい、ハンナです。モデルをやりながら、微生物を使ったバイオアートと呼ばれるような現代美術の作品を作ったり、大学院で粘菌っていう動くアメーバの研究をしたりしています。よろしくお願いします。そうですね、なんか私はこう環境問題にこう中心にフォーカスしているっていうかは、なんか割とこのバイオアートっていう生物を使ったりとか、まあ、微生物を使ったり、生物学の研究者のコラボレーションしたりするようなアート活動をしていて、でその中でなんかその粘菌っていう、まあ、アメーバみたいな生物を使ったりとか、でなんかその活動の中でこうサイエンスと、まあ、自然科学と社会とか、そういうテクノロジーと人間の関係性とか、まあ、そういうことをコンセプトにして作品を作っていて、でそうすると必然的にこう、まあ、環境問題であったりとか、まあ、そういう、まあ、絶滅危惧だったりとか、なんかそういうことがまあコンセプトとして上がってきて、でそういう流れでいろいろ調べたりしてるっていうのもあるし、でもやっぱりなんかこう、ちっちゃい頃から植物とか自然が好きだったっていうのが、そのバイオアート始めるきっかけとしてあって、菌類ではないんですよ。菌類ではなくて、変形菌類っていう大きい分類があって、変形菌とも呼ばれるんですけど、なんかこうアメーバみたいに動きながら食べ物を採取するんですね。なんかネットワーク上にこうなんか森の朽ち木とか、ちょっと湿った落ち葉の裏とかにいるんですね。で暗いところを好んで、あんまりその外に日光のあるところには出てこないんですけど、私もハンナとすごくやっぱ近いなと思ったのが、めっちゃ田舎に生まれ育って、佐賀県っていう、でまあ平野がめちゃくちゃ綺麗っちゃけど、田んぼがいっぱい入っ美しい田んぼが広がっていて、で港町で海がすごい綺麗なとこがあったり、まあ、とにかく自然で遊ぶのがすごく好きだったんですね。なんか特に植物とあと宇宙、その2つがすごい好きでした。で、まあ、それをライフワークのように探求したり、そこで感じたことをシェアすることを、まあ、継続していて、それが今なんか環境問題 のイベントだったりとかディスカッションにどんどんつながっていっているっていう現状ではあるんですけど、と取り組んでるのは地球をさまざまな角度から紐解いて、地球人って何なんだろう、地球って私たち今いるのって何なんだろうっていう、今いる惑星って何なんだろうっていう、それをそう結構壮大なんですよ。そう、それを紐解く本を作っています。一見難しく感じられがちなサイエンスだったり、なんて言うんでしょうね、文化の歴史とかを、それをなるべくポップにアートやイラストを使いながらなんか形にできたらなと思って、今試行錯誤しながら制作しております。私は今大体その質問を受けた時に3つのことが今出てきたんですけど、まず1つ目で言うと、多分どなたでも、で私自身ももっとどういうものがあるのか今探求中なんですけど、きっと誰でもすぐにできることが、いかに自分の生活の中から循環するっていうことを意識していくか。例えば洋服にしても、じゃあ破れちゃいました、もう色がこれスカスカに薄くなっちゃって着れないなとか、シミがついちゃったっていうものも、例えば草木染め、あ、今日ね持ってきてます、そのシミがついたりとか
ね、ご飯中こぼしちゃったやつがあって、わあ白いシルクシャツ着れなくなったっていう風になったのがズバリこのシャツだったんですけど、12年くらい前にそれこそね、ハンナとあのオーディションの場所で会ったくらいのタイミングで多分買ってたシルクのシャツで、すごい気に入ってたんですよね。でもこれまた着たいなと思って、ログウッドっていう植物で染めたんですよ。 そしたらこんな風になって、なんかすごい青くな、そんなに青くなるんだろう。そうなの、そう、タイダイ綺麗ですね。タイダイ綺麗ですよね。すごい簡単で、クシュクシュってして、で輪ゴムを何箇所か止めて染めるだけ、うん、でこの新万葉染め体験キットっていうのを私は使ってます。これすごい使いやすいです。あ、で2つ目はやっぱりなんか自然の中に入って感じて、あと知ること、自分たちの歴史だったり自分たちが住んでる惑星の歴史を知ることって、おのずと私たちにとって豊かな未来を選択できる選択肢を選ぶことにつながると思うんですね。だから知ることって本当大事やなと思うし、私もまだまだいろんな角度で物事を知っていきたいなっていうのはすごく思います。で楽しく知りたい。あと3つ目はすごく私日本に生まれてきてよかったなって思うんですけれども、日本人のもともとの自然観ってすごくその自然との距離の取り方っていうのがなんか今現代必要とされている距離感なんじゃないかなと思ってて、すごくさ、なんか自然に対してのさ、畏敬のこう思いっていうのがあるじゃないですか。神社もそうだし、いろんなところにその自然の中に八百万の神様を感じるっていうこと自体がすごくその自然と共生してきたっていう、その歴史の中から生まれているものやと思うと、だけん日本人としての歴史だったり自然観を紐解くところに、自然環境、豊かな自然環境の一部として生きていくためのヒントがいっぱいあるんじゃないかなって思う。私はなんていうんですかね、なんか基本的にあんまり物が捨てられないんですよ。で、自然に例えばなんかその穴が開いた靴下とかお気に入りだとこうすごいこう、まあ、捨てないよとか人に言われても、なんかルームメイトとかに言われてもあんまり捨てられなくて、でなんかそういうその自分の欠点をなんかこういい方に変えるみたいな方法をいつも考えていて、でこれ脱いで大丈夫ですか？最近知った一つの方法がダーニングっていう修理の方法で、なんかこうダーニング初めて聞いたかも、うん、なんかね、かけはぎ、なんかこれ二つともこう先っぽに穴が開いちゃったんですけど、へー、このお気に入りの靴下だったんです。かわいい。ねえねえねえ、なんかさ、これも年金っぽくない？そうかもね、うん、ちょっとかわいい。なんか横糸を張って、で縦糸を折っていくみたいな方法なんですよ。へえ、うん、すごいね、自分でやると。うん、自分なんかすごい時間かかるんですけど、うんうん、なんか私環境問題とかそういうことで一番大事だと思ってることって、多分その人間無理は絶対にできないと思うんですよ、うんうん、で結局その環境問題が出てきてるっていう原因も、その多くの人間が飢えないように、まあ、農業もそうだし、うん、結局その人々がこう繁栄して暮らしていくために今の社会ができてきたわけじゃないですか。それをいきなり我慢して、まあ、古代、まあ、昔の生活に近いことをするっていうのは、なんかすごくこう余裕がある人たちはできるけど、でもそういうことができない人たちも社会の中にはたくさんいると思うんですよ。だから私はすごくその自分の欠点をなんかいい方に変えるっていうことが重要だと思っていて、まあ、むしろ溜め込み症候群みたいな人はすごくそのどんなものでも大切にして、物が巡っていくところでなんかこう要の役目を担う人っていうふうにも考えることができるし、だから今まあ、大量に生産して消費していくっていう社会が、まあ、限界を迎え始めていて、環境を大切にしなきゃ資源を有限ってことが言われてるんですけど、なんかそういうその、まあ、今欠点だとされている人間の特徴みたいなのをなんか良い方に変えるっていうことをしていく
ていうのが重要なんじゃないかなって私は思っていて、なんかその人間社会自体が自然環境の中でもっとその調和したものとなる、あの一つの力としてやっぱり自分が買うものの背景を見るっていうのはすごく大切なのかなとは思います。あと洋服でいうとどういうようなエネルギーの使い方、例えば生地はどういうものを使っているのかとか、そういうプロダクトの背景を見るっていうことは多分誰でもできることだし、そのみんなの一つ一つの選択が私たち自体の未来を作っていくことにつながると思うので、消費の選択ってすごく多分エネルギーの選択もそうだけどすごく取り組みやすくってとても大切なことだなと思ってます。あとなんか地産地消のこうファッションでの地産地消もすごい気になるなっては思ってます。なんか日本ってちょっと行ったら文化がまるで違うのかところがいっぱいあるじゃないですか。なんかそこの伝統ならではのだけれどもすごい可愛いっていう、なんかうなるようななんかそういうスタイルも楽しみにしています。6月に地球をさまざまな角度で紐解くアートサイエンス本を出版します。よかったらみんな見てください。今日はありがとうございました。普段の制作活動であったり、あと年金を探しに行っている様子はツイッターやホームページで公開しているので、よかったらハンナサイト .com を調べてみてください。都内の公園で葉っぱをひっくり返している人がいたらそれは私なので声をかけてください。面白い。バイバイ。バイバーイ。